11月8日、朝の御言葉。このように、主キリストイエスを受け入れたのですから。コロサイ人への手紙、二章六節。信仰の生涯は、受け入れるという言葉によって代表される。それは、イサオシとは全く相反する意味である。それは単純に、たまものを受け入れることである。大地が雨を吸収し、海が川の流れを受け入れるように。 私たちは何らの代価を払うことなく神の恵みを受け入れる。そもそも生徒は泉でもなく川でもない。ただ命の水が流れ込む水槽に過ぎない。彼らは神がその中に救いを注ぎ込まれる殻の器なのである。受けるという概念は実現を意味する。すなわちあるものを現実とすることであって私たちは影を受け入れることはできない。 実質のあるものを受け入れるのである。私たちが信仰を持たないうちは、イエスは私たちにとって単なる名前に過ぎない。主ははるか昔に生きていた人物であり、その生涯も歴史上の物語にとどまる。しかし、それが信仰の働きによるとき、イエスは私たちの意識において現実の人格となられるのである。また、受けることは所有をも意味する。 私は与えられたものを自分のものにすることができる。私がイエスを受け入れるとき、主は私の救い主となられた。私のものとなったからには、生も死も私を主から引き離すことはできない。キリストを受け入れるとは、主を神よりの無代化の賜物として受け入れ、私の心の中において、現実のものとし、私自身のものとすることである。 救いは目の不自由な人が視力を得、耳の不自由な人が聴力を得、死者が命を得ることに例えられる。しかし私たちはこれらの祝福だけでなく、キリストイエスご自身をも受けるのである。なるほど主は私たち死んだ者に命を与え、罪の許しを与え、主の義をまとわせてくださった。これらは皆尊い。だが私たちはこれだけで満足するものではない。 私たちはキリストご自身を受けたのである。神の御子が私たちの家に注がれたゆえに、私たちは主を受け入れて自分のものとしたのである。イエスはなんと私たちの心に満ち溢れておられることであろう。天も主を包むことはできないからである。